大後期さんは新潟県の月別の観光客の移動について興味を持ち資料4と資料5を得た資料5中の A から C はそれぞれ新潟県五泉市柏崎市湯沢町のうちのいずれかである資料4を参考にして資料5中の A から C と市町名の組み合わせとして最も適切なものを1から4で選んでください 2> 問いにはこういう問題になっています まず資料にちょっと目を通してみましょう資料4っていうのは新潟県内の市町村別海水浴場数とスキー場数となのですここが3つ五泉市柏崎湯沢町っていうのは分かってるんやけど例えば五泉市っていうのは海水浴場もスキー場もなんやねそれに対して柏崎っていうのは海水浴場が10か所以上そして これはこれかなスキー場が1から4か所です湯沢町ていうのはスキー場が10か所以上あるというのが分かりますこのようにスキー場と海水浴場がどれくらいあるかていうのを表した仕様です えそして資料5っていうのはこの3つの市長における月別観光客数ですまなので、この A、B、C それぞれは分かっていないんやけどこの A、B、C それぞれが五泉市、柏崎、湯沢町のどれになるかえその組み合わせとして正しいものを答えるえこういう問題になってきます。 それじゃあもう早速やねんけど ABC はどれになるか考えてってみましょうまポイントはスキー場があるか海水浴場があるかということやねえ分かりやすいのとしてはまずこれ湯沢町行ってみようか湯沢町はスキー場があるしかも一番多いのでおそらく冬の観光客が 多くな,るはずなのでこのグラフで言うと冬1月と2月とか11月と12月こういった時期に観光客が多くなっているところを選べばいいのでこれだけね A だけです四角になっているこの A っていうのが湯沢町だろうと予測をすることができますこの問題はそんなに難しくありませんそしたら次特徴的なのはこれね柏崎です柏崎はスキー場も少しあるけど 海水浴場がたくさんあるわけね。ということは、夏、やっぱり7月、8月とかに観光客が多くなっています。え、それはこれやね。え、なので、これは丸やから、ちょっとここら辺ややこしいね。丸ってことは、B やね。三角が C やから、ここで交差していてややこしいけど、B が柏崎になってきますよと。え、そして最後、C。え、これは、 三角なのでほとんど一年中変化がない45月っていうのは少しあったりするんやけどあまり観光客が多くはないえこれはスキー場も海水浴場もない五泉市になってきますもうこれでできてしまったわけね ABC の順番で言うとユーザーは柏崎五泉市になってるユーザーは柏崎五泉市になってる2番問い2の答えは2番になりました